8人までこの1台のシースターにアクセスできるという機能なんですけれども、これがね非常に使い勝手が悪いっていうか、いらないんじゃないかと思います。こんにちは、すみやです。今日はシースターのねバージョン 2.1.0 についての続編です。シースターにねゲストモードっていうのが追加されたんですね。8人までこの1台のシースターにアクセスできるという機能なんですけれども、これがね非常に使い勝手が悪いっていうか、いらないんじゃないかと思います。だって8人もね周りの人たちの端末につなぐ必要性がなぜあるのかよくわからないですね。それよりも2台のスマホとかタブレットからね操作できた方がよっぽどね使い勝手がいいっていうか、そういう感じがします。ゲストモードかそうじゃないかをねいちいちね操作で切り替えなきゃいけないっていうのが使いづらい最大の問題ですね。ゲストモードを使うか使わないかはねユーザーの選択にできるようにオフにできる機能が欲しいなと思いました。で私もねいくつか端末持ってるんですが、まあ、メインはね Google Pixel なんですけれども、これはね星をそのまま撮影したりとか、他のね Aci Air とか新スキャンとかねドワーフ3なんかもねつないだりするので、メインでこれはねシースターにはつながないんですね。それに代わってですね Aquos R2 っていうのを2台持ってるんですが、これをねだいたいシースターの映像をパソコンに取り込むということをやってるんですが、まあ2台までしかねつなぐことはできないので、どっちからでもね操作ができるっていう点で非常にね今まで使い勝手が良かったんですが、ゲストモードが入ったことによってですね、一旦メインコントロールのスマホやタブレットなどのね端末のコントロールの機能を一回解除しないともう一つの方で操作ができないという面倒くさいことが起こってますね。まあこのモザイク機能が入ったのは嬉しいけれども、ゲストモードは最悪ですというね YouTube の動画に対するコメントもありました。私もね最悪かどうかはともかくとして非常に使い勝手が悪いので、これはユーザーがねゲストモードを使うか使わないかを選択できるようにするとか、あるいはゲストモードでもね2台の端末からちゃんとねコントロールできるようにするとか、そういうふうにしないとねシースターのねバージョンアップの中で未だかつてないいらない機能だと、余計な機能だというふうに私は思いましたね。8人のデバイスにつなぐ必然性がどこにあるんでしょうか。もちろんね官房会でその人のスマホに移してやりたいっていう希望がひょっとしたらあるのかもしれませんが、それ年に何回もありますか。シースターを持って行って大きなモニターにね1台移せばそれで済むことじゃないですか。わざわざ8人のデバイスに移す必要ないでしょう。撮影したねデータはデータとして保存されるわけですから、それをねメールでも何でもいいし転送してあげればいいだけですよね。わざわざリアルタイムで8台の端末に同じ場所にいる人で見る必要があるのかっていうのは非常に疑問ですね。だって Wi-Fi が届く範囲ってせいぜい10メートルぐらいでしょ。その10メートルぐらいの範囲に人がいるんだったら大きなモニターであるいはタブレットでもいいですよ。そこに移してそれを見てもらった方がよっぽどね早いし簡単だし、でそのタブレットでも操作ができるようになった方が絶対にね利便性がいいと思うんですけれども、なぜねコントロールできる端末が1台であと7台もゲストで迎える必要があるのか、全く理解に苦しむバージョンアップの機能ですね。シースターにねこんなに苦情を言う動画を作るのは多分初めてだと思います。このシースターがねすごいスマート望遠鏡だという動画はいっぱい作ってるんですけれども、初めてねこんな機能いらないよと、迷惑だよと、大きなお世話だよと、どれぐらいの人がねこんな機能を求めていたのかよく分かりませんが、親切心でこのゲストモード
8台まで端末つなげますよというのを売りにしたいのかもしれませんが、全然必要ないですね。それだけじゃ解決にならないので、一応ね、ここからはゲストモードをどうやって使いこなすかっていうか、どうやって使えばいいのかね、まとめていきたいと思います。はい、まあ、1台目ね、接続するとそれがコントロールする端末になるんですけれども、2台目つなぐとね、自動的にもうゲストモードになってね、そっちをコントロールにしたいっていう切り替えをその端末からは絶対できないんですね。最初につないだ端末を解除しないと2台目のところにコントロール操作ができるようにならないというふうになってます。私が自宅でねやってると、なぜかですね、スマホじゃないアドレスが表示されてですね、そこがコントロールになっているので、どのスマホからもつながらないというね、本当に困った事態が何回かこれまでも起こってました。今までのね、シースターのいろんなね機能は、まあ大体嬉しい機能ばっかりだったんですが、これだけはねもういらないです。あ、全然解説になってないね。それで2代目3代目4代目ぐらいまでね、なんか勝手につながっちゃってですね、どれがどれかわからないんですね。スマホの名前をね自分でつけてる人は別ですけれども、同じアクオス R2 でやると SH なんとかって全く同じ名前で出てきて、どっちがどっちかわからないということもあるんですね。端末に名前を自分でつけてない人はデフォルトの名前でほとんど同じ名前になっているので見分けがつかないっていう問題もあります。はい、まあ、そういうことも含めてね、皆さん、シースターは素晴らしいスマート望遠鏡なんですが、この機能だけはねいらないと思いますよ。早くねこの機能を解除するモードを作ってください。よろしくお願いします。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもいただければと思います。はい。えい。